ちゃんは今日何食べたの？今日は何も食べてないよ。何時に起きたの？死ぬぐらい。お腹すかないの？うん。つく。つかない。つくの。つかーない。ねえ、そんなんじゃ大きくなれないよ。でもね、豆乳は飲む。なんて？豆乳を飲みます。豆乳？はい。なんのね。パイ行く、パイ行く。おっぱい大きくなーれ。ならないよ。そんなものじゃ。なる。なる。なる。キャベツと鶏肉も食べないとおっぱい大きくなら。キャベツと鶏肉？うん、らしいよ。うん。祭りもね、豆乳とか牛乳とかね、飲んでた。けど、まず今高校生だけど、うん、胸大きくないから、うん、ダメだよそんな悪あがきしたら。まあ要は結局のところは遺伝ということです。そういうこと、そういうこと、そういうことよ。え、お母さんでかい？お母さんマジでね、牛みてぇだ。ほんと？あ、じゃあもち、未来は明るいですね。でっかくなっちまうよ、そんなの。未来は明るい。包み込んでもらおう、みんな、うん。いや、将来が楽しみである。牛乳ってやっぱいいっすか？牛乳飲んだ方がいいっすか？自分。え、ゆきわさんもおっぱい大きくなりたいの？あ、いや、違う。どういうこと、どういうこと？え、ちょっとどんなね、トイレ行ってました、今。あ、おっぱいを大きくしようの会を開いて。あ、なるほど、食べ物の話かと思って。別に、そうそうそう、ね、おっぱい大きくしたいんだったらいいかもしんない。あ、もう間に合ってます、結構。じゃあ、いらない。もう牛乳じゃないし、こ間に合ってます。豆乳だしね。うん。3000回愛してるぞー。